どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ご紹介しましょうということで、サンセバスチャンへようこそという作品なんですけどね、今日本では松本人志さんによる性加害問題でまあ賑わってますけども、ああいうトラブルって正直どこまでが真実なのかちょっとわかんないですよね。告発している女性の主張も 100% 真実とは限らない。まあ、話を過激に持っていたりするかもしれないし、まあ、逆に松本人志さんサイドも事実をことさらに矮小化しているかもしれないですよね。それをしているのが、まあ、片方だけかもしれないし、両者ともしているかもしれない。だいたい密室の出来事であれば当事者にしか知り得ないことなんですね。だから外野は憶測だけで議論するでしょうし、2人の証言や主張が拡大解釈されて、そもそも論とか精神論まで持ち出されてくる始末じゃないですか。まあ、重要なのって真実であって、残念ながらどんなに議論や裁判を尽くしたところで直接的な証拠がない限り、まあ、この件がねはっきりすることってないんじゃないかなと思うんですよ。で、なんでウッディ・アレンの新作でこんな松本人志さんの話が出てくるのかといえば、実はこのウッディ・アレン自身もですね、性加害問題の渦中の人になっていたからなんですよ。まあ今もなっているのかな。このウッディ・アレンとおっさんといってももう88歳のおじいちゃんなんですけども、小柄で見るからに冴えなさそうな風貌じゃないですか。まあ日本の役者さんで言えばちょうど温水洋一さんみたいな、そんな感じですよね。気弱そうで、どちらかといえばいじめられっ子のイメージですよね。なんかこう人からバカにされる人生を送ってきたような、まあ日陰陰キャみたいなね、まあ、そんなキャラクターの風貌イメージですよ。ところがね、このウッディ・アレン、こいつが相当にえぐいんですよ。こんなおっさんでも有名映画人だったから、まあ、例えば女優のダイアン・キートンと、まあ、付き合っていたりするわけですよね。その後ローズマリーの赤ちゃんで大ブレイクしたミア・ファローと交際するんですけども、まあこのおっさんときたらミア・ファローの養女である、まあ、2人は養子を取るんですけど、スン・イーって女の子がいたんですが、このスン・イーとの肉体関係が発覚しちゃうんですよ。でこの肉体関係なんですけども、まあ彼女が高校時代から続いていたっていうことで、もう完全これ未成年ですからね。さらにはこのおっさんね、彼女のヌード写真をたくさん撮っていたみたいで、その写真もね多数こうミア・ファローによって見つけられてしまったということで、ブチ切れたミア・ファローさんは、まあ、彼に対して訴訟を起こすんですね。当時マンハッタン殺人ミステリーという映画でウッディ・アレンは元カノのダイアン・キートンと共演しているわけなんだけど、本来ねこのダイアン・キートンの役ってミア・ファローが演じる予定だったんですが、まあそちらの、ごたごたで元カノに代役をしてもらったっていう経緯があるわけなんですね。ちなみにこう肉体関係を持ったスン・イーなんですけど、彼女とは、まあ、彼女とは後にね結婚して女の子2人を養子に取っているんですよ。そこへもって1992年ですね、今度はその養子の養女のディランが、自分が7歳当時このウッディ・アレンからね、性的虐待を受けていたって告発しちゃうんですね。ウッディ・アレンさんは、まあ、親権訴訟で有利になるため、このミア・ファロー側がでっち上げた陰謀だってね主張して虐待を否定して、まあ、またねこれ裁判になるんですよ。その裁判では虐待疑惑について証拠が決定的でないとね判断されて、まあ無罪というかね、まあ真相は闇の中なんですよ。まあだけどね、まあ裁判では有罪にはなりませんでしたけど、やってるかやってないかなんていうのはね、これはもう本当本人だけでしか分からないことですからね。まあそれはねやってる可能性も結構あるわけですよ。まあ彼のね、過去の実績からしてもやってんじゃないかみたいなね。だけどこのねウッディ・アレンさん、本当この人って身内が敵だらけで、例えばアレンは近年の MeToo 運動で、
まあ、ハリウッド映画界から干されていた状況で、まあ、これらの疑惑について沈黙を破って自伝を発表するんですよね。そしたら今度はミア・ファローとの間にできた実の息子ローナン・ファローが反発するわけですよ。このローナン・ファローさんですね、ミートゥー運動のきっかけとなったハリウッドの大物ハーベイ・ワインスタインのセクハラを暴く記事を書いてピューリッツァ賞を取ったしね、ピューリッツァ賞を取った人なんですよ。それこそ彼はね、ミートゥー運動のリーダー的な存在なんですね。まあ、このミートゥー運動によって過去のウッディ・アレンの、まあ、この淫行疑惑とかが掘り出されて、まあ、そのことでウッディ・アレンさんは、まあ、ハリウッドから、まあ、半分ね仕事干されていた状態で、でいやそれを否定する自伝を描いたら、今度は自分の息子に、実の息子にそれを否定されるという、ましてやその息子はミートゥー運動の、まあ、リーダー的な存在だったってねいやもう本当ね、身内が敵ばかりっていうのも笑えますよね。まあ、そんな ねこのローナン・ファローは、まあ、うちの親父幼女に手を出すクソ野郎だとね、まあ、反発したことでウッディ・アレンに対するミートゥー運動がさらに白熱していくことになるんですよ。まあ、それが原因かどうかはね、まあ、不明なんですけども、最近だと男と女の観覧車って映画ありましたけどね、あれもアメリカでは興行的に大爆笑を遂げてしまったんですよね。さらに次の新作と、まあ、控えていたレイニーデイインニューヨークっていう作品あるじゃないですか。でこれに出てた、キャスティングされて、まあ、出演していた役者さんたちが次々と、ああこんな映画出るんじゃなかった、もうウッディ・アレンとは二度と仕事しねえよと表明して、例えばティモシー・シャラメ、セレーナ・ゴメス、そしてエル・ファニングまでも出演料をこう慈善団体に寄付をするというムーブを起こすんですね。このレイニー・デイ・イン・ニューヨークはアメリカでは上映されませんでしたし、最近だとネットフリックスではウッディ・アレンの作品が完全に追放されているんですよ。今ちょっとね僕も調べてみたんですけど、ネットフリックスでウッディ・アレンをね検索してみても彼の作品は一つも配信されてないんですよね。完全に追放状態。まあ、日本ではこのレイニーデイ・イン・ニューヨークは2020年に劇場公開されています。まあ、最近ねこのセバスチャンへようこその上映にあたって、このレイニーデイ・イン・ニューヨークが、まあ、一部劇場でリバイバルまでねされてはいたんですけども、まあ、それまで毎年コンスタントに上映されていたウッディ・アレン作品が、まあ、3年半ぶりってことになるんですよね。だいたいね毎年新作1作ずつね日本でもね劇場公開されていたけど、このサン・セバスチャンはもう3年ぶりのウッディ・アレンの新作劇場公開、それもこの映画作られたのが3年ぐらい前なんですよね。今手元の資料によると2020年制作作品なんですよ。だからね、3年経って日本でもやっと、劇場公開されたということになるわけです。本国アメリカでも、上映されたのが2022年ですからね、制作された年の2年後にやっと上映されたということで、2年間も、まあ、塩漬け食らってたわけですよ。ウディ・アレンの映画好きな人だったらね分かると思うんですけど、彼の映画って大物役者がキャスティングされるじゃないですか。でも本作はね違いますよね。なんかね僕も知らない、まあよほどの映画通じゃないと知らない役者さんばかりだと思います。まあ知ってるといえば、この中で知ってるといえばね、クリストフ・バルツくらいですかね。まあ主にヨーロッパの役者さんばかりで占められているんですよ。これがもしウッディ・アレンの映画でなければ日本劇場公開スルーされてしまいそうな小物感ですよね。つまりハリウッドの大物はもうウッディ・アレンの映画には出てくれないってことなんでしょう。そんな中でもアレンの過去作に何作か出演していたスカーレット・ヨハンソンは、私はアレンが好きよ、彼とはいつでも仕事をするわって言ってるんですよね。いや本当にヨハちゃんいい子ですよね。スカヨハ本当にいい子ですよ。ちなみに元カノのダイアン・キートンも
私は彼の真実、無実を信じ続けますと疑惑を否定しているんですよね。でもさ、こういう時の元カノの証言って真実味を感じてしまうのってこれ僕だけですかね。ほら、元カノって元彼のことをよく言わないイメージが僕の中ではあるんですけども、逆に元カノが元彼を肯定する時ってかなり真実に近い確信を持っての発言だと思うんですよね。なんか、まあ、今の彼女になるのかな、今彼女になるのかどうか分かんないけど、ミア・ハローですよね。だからミア・ハローって見た目からして闇が深そうなメンヘラなイメージじゃないですか。まあ、見た目で判断してはいけないんですけど、まあ、あくまでも個人的な主観として話をさせてもらいますけども、なんかミア・ハローってなんか闇が深そうというか、ちょっとメンヘラっぽいイメージがあるんですよね。思えばミア・ハローってローズマリーの赤ちゃんという傑作スリラーでブレイクしています。監督はロマン・ポランスキー。そのロマン・ポランスキー監督も女の子への淫行容疑で有罪判決受けてるんですよね。で、彼はそのままロンドンとかパリへと、まあ、逃亡して、今パリでね、移住してるんですよ。まあ、パリに移住しちゃったんですよね。で、そこでも女優のナスターシャ・キンスキーとかシャーロット・ルイーズ、まあ、彼女たちが少女時代に手を出して嫌がるんですよ。で、他にも多くの女優たちからね、自分が少女時代にいやらしいことをされたと告発を受けているんですね。もうロマンスキーね、こいつ本当病気ですよ。そんなポランスキーさんはヨーロッパで次々と作品を発表して、カンヌ国際映画祭ではパルムドールを受賞してるし、最近だとね、まあ、アカデミー賞でも監督賞の受賞までしてるんですよ。で、受賞式はもちろん行きませんよ。だってアメリカ行ったら逮捕されちゃいますからね。うん、でもアカデミー賞では監督賞受賞までしてるんですね。かたやウッディ・アレンさんは有罪判決も受けていないのに、ハリウッド界からは実質的な追放を受けているわけですよ。もうこうなったらポランスキーさんみたいにヨーロッパに移住してしまえばいいのにね。ウッディ・アレン監督だったらヨーロッパでもオファー来るんじゃないですか。と、まあそんな経緯がありながらも、公開にこぎつけた本作、ね、映画が本作という、ね、このサン・セバスチャンへようこそというわけなんですよ。もうここまでのお話だけで皆さんお腹いっぱいですよね。もう僕もお腹いっぱいです。とりあえず、この映画の評価額をつけていきましょうかね。大人の映画鑑賞料金2000円を上限に、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画サン・セバスチャンへようこそ、評価額はズバリ1200円。旧大作、多分この映画がウッディ・アレンが手掛けたということを知らないで、前知識ない状態で、鑑賞しても、ああこれウッディ・アレンの映画だってわかると思うくらい、もういかにもウッディ・アレン作品なんですよ。本作では本人は出演していませんけども、主人公が明らかにウッディ・アレンの分身そのものなんですね。かつて大学で映画を教えていたモート・リフキンは、映画広報を務める奥さんのスーに同行してサン・セバスチャン映画祭に参加している。その奥さんスーがどうやらフランス人のイケメン映画監督のフィリップとなんか浮気してるみたいなのね。だけど夫婦は完全にもう冷え切った状態。それでもこの奥さんの浮気は、モートにとってはまあかなりストレスが大きいので、まあ、しょうがないんで、彼は現地にある心療内科に通い始めるんですよ。で、その心療内科の女性ドクターのジョーがやたらと魅力的で、まあ、美人なんですけど魅力的で、彼は一目惚れしてしまうんですね。まあ、それから何かと理由をつけては彼女のクリニックに通い始めて、まあ、そのうち、食事とか、誘うようになるんですね。そんな彼女も、浮気癖のある芸術家の夫との結婚生活に悩んでいると、まあ、打ち明けるわけなんですけど、まあ、それきっかけにね、モートの猛プッシュが始まりますがみたいな、そんな内容になっていたんですよ。で、まあね、まあ、ただただひたすらウッディ・アレンの自分語りを発露するような映画でしたね。
ウディアレン作品の主人公って、まあ、ウディアレン本人が演じていることが多くて、まあ、小柄で冴えない風貌のユダヤ人で浅はかなスノッブというキャラ設定が、まあ、お約束でしたよね。そんな主人公の口を借りて他人や社会を見下すような鼻持ちならないセリフをひたすら垂れ流す、まあ、いわゆるエスプリが効いた、まあ、よく言えばエスプリが効いた毒舌映画でしたよ。社会的弱者に見せかけたキャラクターを使って、主人公を使って、こうアレン自身の世の中を見下した発言をひたすら発露しているという、まあ、ある意味胸クソな内容になっているわけですよ。だけどこういった毒舌も一定のクオリティを持てば一つの芸として昇華されるわけで、まあ、そういう意味で松本人志さんの芸と芸風と似ているのかなとも思ったんですよね。だから冒頭で、この動画の冒頭で松本人志さんを引っ張り出してきたわけなんですね。この松本人志さんの開き直った武勇伝でも、まあ、例えば女性を物扱いしている胸クソでしかない内容なんですけども、あれだけテレビの視聴率を稼いでいてファンも多いとなれば、この女性を物扱いする胸クソヨタ話をちゃんとお笑いに消化できていたってことなんでしょうね。まあ、僕はテレビ見ないんで、実は松本人志さんをほとんど見たことがないから、あの名前くらいしか知らないのね。まあ、なんとなくイメージ、詳細はあんまり知らないんですよ。だからイメージだけでのコメントになっちゃうんですけど、ウッディアレンと松本人志って根っこは同じなのかなって、この映画、まあ最近の一連の騒動とこの映画を見て思ったんですよね。こんな芸風だけど長年映画界に君臨することができたわけだから、まあウッディアレンファンも多いわけですよね。まあ、こういう点もね、松本人志と似てるのかなと思うわけです。特に自分は頭がいいと思い込んでるスノップな人ってウッディ・アレンの映画好きそうですよね。本作はジャン・リュック・ゴダールとかフランスワ・トリフォーとかイングマール・ベルイマンみたいな、いわゆるヌーベルバーグ監督たちの作品のパロディーが、まあ、主人公の夢や妄想の中で展開されていくという趣向なんですね。まあ、他にもクロード・ルルシュ、クロード・ルルシュ監督の男と女、あのダバダバダ、ダバダバダってやつとか、あとオーソン・ウェルズ主演の第三の男や、このオーソン・ウェルズが自身も監督主演もしていた市民権のパロディもありました。まあそういう意味でね、なんかこう、ウッディ・アレンの過去作で、ミッドナイト・イン・パリって作品がありましたけど、あれとちょっと似てますよね。ミッドナイト・イン・パリは、ベルエポック時代にタイムスリップしたウッディ・アレン演じる主人公が、その当時の芸術家たち、エコールド・パリと呼ばれた芸術家たちと出会う、あのピカソとか、あのそういった人たちと出会うみたいな内容でしたけども、まあ、今回はその映画の、ヌーベルバーグとかいったフランス映画の、まあ、ワンシーンに自分自身が取り込まれていくというか、妄想していくみたいな、そういう作りになっています。皆さんはヌーベルバーグなんて見てます？ゴダールとかトリフォーとかベルイマンとか。僕のチャンネルではコッポラとスコセッシとキューブリックをことさらにディスってますけども、まあ、ヌーベルバーグなんてね、まあ、僕から言わせればもう愚の骨頂の極みですよ。まあ、あんなわけのわからん映画見て何にも分かってないくせに、なんか分かったつもりになってるおっさんたちを見ると、いや自分はああはなりたくないなってよね、ああはなりたくないなって思ってしまいますね。まあ、もしかしたら僕の頭がひたすら悪いだけかもしれませんけどね。ああまあでもね、こうやって無知や無教養を盾にして社会をディスるっていうこの僕のスタンスは、もしかしたらウッディ・アレンと同じかもしれませんね。まあいいですよ、僕は頭の悪いウッディ・アレンということでまあそんなわけで、ヌーベルバーグ映画や当時のクラシカルなヨーロッパ映画知らないと、この映画の面白さはさっぱりわからないと思います。まあ、かくいう僕もこの映画の中で認識できたのは、市民権とあのルルーシュ監督の男と女、
あとジャン・リュック・ジャン・ポール・ベルモンドの勝手に仕上がれが出ていた、ね、ゴダールの映画勝手に仕上がれくらいしか認識できませんでしたからね。主人公のモートはそれらのワンシーンを自分自身に当てはめて妄想して、若い女性や妻への愛をインスパイアするみたいな、やってることはね相当に痛いおっさんですよ。もう恥ずかしい。まあでもモートみたいに若い女性といい感じになるっていうのは、まあ、これこそおっさんのロマンなんでしょうね。まあ、主人公は何かと傷ついてる割に肝心な部分は愛されキャラ設定ですからね。まあ、ウッディアレン自身がこのキャラクターに投影されているのだとしたら、まあ、彼は病的な自己愛性の持ち主ってことになるんでしょうね。もっともこの痛々しさがウッディアレンの作風であり真骨頂なわけで、まあ、楽しめる人には楽しめるんじゃないかなと思います。個人的にはもうちょっとサン・セバスチャンの魅力を伝えてもよかったんじゃないかなと。なかなかいいところみたいですよ。なんでもグルメの街なんですって。今回ねこの映画に出てきた女性ドクターみたいに元々のニューヨーカーがスペインに移り住んでいるって、まあ、一体どういういきさつなんでしょうかね。やっぱりこの芸術家の浮気性の夫についてきたってことなのかな。陽気で明るいスペインもほんの数十年前まではフランコ政権による暗黒時代だったんですよね。いつ何時ね、まあ、自由がなかったから下手に発言したら、そのまま強制収容所に連れてかれ、秘密警察にね連れてかれてしまうという、まあ、ちょっとした今の北朝鮮みたいな恐ろしい国だったんですよね。まあ今のこの明るくて陽気なスペインの風景からはイメージできませんよね。はい、まあそんなわけでね、このサン・セバスチャンへようこそはこの痛いおっさんウッディ・アレンさんの本当におぞましい性癖がこう 見事なまでに滑車された。何ですかね、こう自分の恥ずかしい部分をこう明け透けにさらしてしまうというね、まあ、ある種変態映画でもありますよね。やっぱりでも そういうのを自分の変態性とかこのかねおぞましい性癖を発露するってすごいですよね。そういう映画を作ってしまう、それでいてそれがね、一定のクオリティを保ってまあ、ちょっとこう名作傑作をたまには生み出してしまうというね。いやウッディアレンってやっぱ頭おかしいよね。まあなんだろうな、こういった、おぞましい性癖を発露するこう松本人志的なね、やっぱり天才に多いんですかね、こういう人って。まあ、ウッディアレンなんだかんだ言って僕はなんだかんだ言いながら天才だと思うし、まあ、松本人志さんもねあんまりよくご存知はないね、存じ上げませんけども、まあここまでね長きにわたって、お笑い界芸能界に君臨しているわけですから、まあ天才中の天才なんでしょうね。こういう天才はこう、まあ、あんまりにも天才すぎて周りからもてはやされるとやっぱり自分は特別な存在、それやっぱり高みに、まあ、上級に、まあ、こう高い位置にいる人ですからやっぱ見下してしまうんでしょうね。だって見上げる存在がいないですもんね。見下すしかないから、見下ろすしかないから、それはもう目線はね上から目線になってしまうでしょうし、まあ実際そういう地位にいるからまあしょうがないんでしょうね。やって見上げたくたって見下すっていうか見下ろす対象しかいないんだから、どうしてもねそんな世界で生きてる人は発言も考え方も思想も、見下すことになるわけで、見下すことしかできないから、だったらその見下すということをこうコメディに消化させてしまえってことなんでしょうね。やっぱり天才だよね。そういう意味ではそういうことが実際にできちゃうし、それでいて面白い、ロマンティックコメディなんかができてしまうわけですから、やっぱウッディアレンも松本人志もそういう意味での天才だと思いますよね。まあ問題はね、世間がそういった天才を許すのかどうかってことですよね。まあ作品本位であれば受け入れられるんでしょうけども、でもこういった彼らの芸とか作風っていうのは彼ら自身を投影しているから、彼ら自身に対する評価も作品の中の一つ、作品要素の一つになってますからね。やはり作ってる人間、彼ら自身に嫌悪感を抱いてしまったらその作品も
まあ、胸クソになっちゃうということで、やっぱり受け入れられないということになるんですかね。まあ、確かに僕個人も今回の松本人志さんの、まあ、性的加害問題ですね、まあ、結果がどうであれ、黒であれ白であれ、この一連の今回の、まあ、女性問題ですね、ギャグに昇華するっていうのはちょっと僕の中でも無理があるというか、やっぱ笑えないですよね。今回のこと、今回の一連の騒動を、まあ、仮に松本さんが、コントにしたりギャグにしたりしたとしても、それがね、内容が秀逸であったとしても、ちょっと笑えないのかなっていう、特にやっぱりそのまあ女性はまだね、成人の女性は同意不同意ってまだ同意の余地があるんで、まだ許せますけど、まだね、まだなんとかなるんですけど、僕の中ではね、未成年はさすがにね、ちょっとシャレにならないよ、ね、そういう意味でこのウッディ・アレンの映画がこう、まあ、干されてしまう、パージされてしまうっていうのもまあ十分にわかる、まあ、そういう、特にやっぱりこういうことに関してはやっぱりヨーロッパっていうのは厳しいなっていうことで、まあ、ジャニーズ問題がここまでね動いてしまったのも、ヨーロッパが動いたっていうのも大きいですよね。欧米が動いた、この未成年への性的虐待にはやっぱり日本とは比べ物にならない厳しさがあるっていうことで、まあそういう意味で日本は性的加害、もうこの女性とか男性関係なくね、未成年含め性的加害というものに対して悪い意味で寛大というか寛容な、国民性なんでしょうね。だからこそこう女性を物扱いしていることを武勇伝にしたりギャグにする松本人志さんがここまでもてはやされて視聴率を集め、天才だと言われ人気者であるのもね、まあ、これも日本人の、まあ、国民性、まあ、このネタでじゃあ海外欧米でやっていけたのかっつったら、きっとやっていけなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあそう思うと確かにね、日本人恥ずかしいなみたいな感じがしないでもないっていうね。まあ、そんなとこですかね。まあサン・セバスチャンへようこそは、もう全然この性的加害とかね、全く内容的には全く意味無縁なんですけど、そこにウッディ・アレンが絡んできてしまうことで、どうしても触れざるを得ないってことになっちゃいますからね。で今回ねウッディ・アレンは主演としては出てない。大体ウッディ・アレンって結構自分が出てくること多いんですけども、やっぱり今回のその問題でね、出るに出られなかったっていうのもあるんでしょうね。まあもうなんなら脚本にとどめるぐらいが良かったのかも。監督までやっちゃうから、キーに見られるわけで、せめて脚本にとどめておけばって気もしないでもないんですけどもね。さあ今後ウッディ・アレン活動どうなってしまうのか、まあどちらにしてもね、晩節を汚したとしか言いようがないですよね。まあね、まあ88歳だからもう全然引退してもいいと思うんですけどね。クリント・イーストウッドみたいになりたいんでしょうか。まあ、今後の、ウッディ・アレンの動向も気になるところではありますけど、はい。まあ、そんなわけでね、ある程度映画通の方、まあ、この映画だけで評価すると、まあ、ある程度映画通の方ですよね。ヌーベルバーグとか一連のこのフランス映画をね、ある程度こう素養がある人じゃないとちょっと分かりにくいのかなと。パロディがね、 あの映画のワンシーンで、あ、それはこういうことがねインスパイアされてる、あの 意味付けがされているんだなっていうことが分からないとちょっとね、解釈ができないんで、面白みには欠けてしまうのかなと思います。はい。あとやっぱりこの主人公の軽妙洒脱なセリフ劇で、会話劇セリフ劇も、まあ、結局はねスノブで相手を見下してバカにしているような発言が多いんで、まあ、あんまり見ていていい気持ちにはならないですよね。なおかつ、まあ、教養を求められるので、彼らの発言の面白、セリフの面白さがわからないとなると、ちょっとね、彼にバカにされている無教養な人っていうことになっちゃうから、まあ、あんまりいい気分でね、見ることはできません。なのでこの映画を楽しめる方は、スノップな方ということになります。はい。最低限の教養は必要なのかなということで、まあ、そこまでおすすめはできませんけどもね。まあ作りはね、いつもの、ウッディ・アレンですよ。はい。おしゃれで軽妙洒脱でみたいなね、そんな感じかな。はい。はい、以上ミステリー作家の七尾よしでした。